ヒストリーメーカー収まりましたスタートしました揃いました。 さあ先行争いですまずは好スタート、高ダッシュ4番のアイオライトしかしダッシュを利かせて5番のウィリアム・バローズかわして花を叩くかその後からは名将土俵に名将・ふんその後12番の萩野・アレグリアス大勢ドレフォンがいて最内からハピ外からはブリッツ・ファングとさあ3歳は固まっておりますそしてその後方からはゼッケン13番バンヤールが続いていますさあ傾いた日を受けながら1コーナーから2コーナーですまず先手を奪ったのは5番のウィリアム・バローズ逃げてリードは4分の4 3バシン2番手6番の名勝フンです3番手7番の名勝土俵その後内4番のアイオライト外はさあ10番のブリッツファングと追走しておりますその2馬身後方ですが 12番、萩野アレグリアスがいてそのうち8番のハピ後方からは6番のタイセイ・ドレフォンですその後固まってヒストリーメーカーポジションを上げますあとは下がりましたバンヤールそして内差がなく15番のクリンチャーが追走してあとはサクラ・アリウルそして14番サンライズ・ホープが追走しています各場向こう上面の中ほど間もなく3コーナーカーブ後方にかけましてはゼッケン2番をつけましたタガノ・ディアマンテその後からはアメリカン・フェイスが追走して一番後ろから運ぶ3番オメガ・パフュームオメガ・パフュームは一番後ろから運んでいますさあ34コーナーの中間地点へとかかり 赤い帽子2頭、名将粉塵ウィリアム・バローズ、両馬が並んで3、4コーナー、中間これから4コーナーです、これを外から見るように、7番、名将土俵は現在3番手、さあ、ヒストリーメーカー、ブリッツ・ファング、動いていった、そして14番のサンライズ・ホープも動いていった、さあ、第4コーナー、カーブ、内中、外、大きく広がっての最後の攻防だ、粘る、粘る、ウィリアム・バローズ、ウィリアム・バローズ、粘っているが、ヒストリーメーカー、ヒストリーメーカー、サンライズ・ホープが接近する間、食い下がっているのが6番の名将粉,粉塵ださらに外からは、大勢ドレフォン、大 オメガパフュームが猛猛然然とと足足をを伸伸ばばしてくる猛然と足を伸ばす先頭は14番のサンライズホープサンライズホープ23番手争い接戦サンライズホープボーリンわずかに振り切りました内から接近した萩のアレグリアスをわずかに抑えています